次は井上でございます。どうせ誰もいないじゃないか。だって口癖になってんのよ。俺はいつの間にお客が乗ったのかと思ってびっくりしたぜ。ねえ、この調子じゃ今月はまた月給が危ないわね。うん、まずダメだね。困ったわね。開発の車が来たわよ。ん？調子が良さそうだな。乗り心地も良さそうね。がっかりさせやがら。おこまちゃん、少し後ろで昼寝でもしてなよ。当分お客はありそうもないぜ。どうしましょう。乗せたら乗せようや。お待たせいたしました。ありがとうございました。断ればよかったね。トラックだと思っちゃう。ごめんなさい。あ、いや、どうせお客は少しだから。これだけいっぱいになって20銭よ。開発のバスの方が綺麗で早くていいんだけど、このバスはいつでも空いてからね。そうだよ、荷物でもある時にはこれに限るよ。うちのそばでちょっと止めてね。起きた。これおっかさんに。何だい。ひとえものよ。安いのがあったから買ったの。私んか。ええ、お前そんなことしてお小遣い足りないんじゃない。大丈夫よ。私の下駄はまだ一足置いてあったわね。 あったよ。
じゃあおっかさん、さよなら。あ、ありがとうよ。下宿のおばさんによろしくね。ええ。しんちゃんは？遊びに出てるよ。あ、そう。しました。暑かったでしょ。ええ、起きてんの。まあ、こんにちは。たわしください。はい、たわしをください。はい、15銭ですね。ええ、ありがとうございました。ありがとう。ああ、そうそう、今日戸田さんが来て言ってたけどね、あんたの会社評判が悪いんだってね。あら、どんなことで？それがね、バス会社っていうのはね、表向きの看板だけでね、いろんな悪いことして。そうかしら。それは私もそうだと思うよ。あんな汚いバス一台でやってけっこないもんね。でも開発バスがあんなに大きくならない時にはあれでも随分稼いだのよ。だけど今となったら早くやめたら得じゃない？ぐずぐずしてたらきっといいことなくてよ。でも私ね、もう少しなんとか考えたらお客が増えるだろうと思うのよ。今のままでやめちゃうの寂しいわ。そうかね。せっかくコマさんみたいないい器量持っててあんなバスに乗せとくのもったいないわ。あら、そんなこと。あ、おばさん、晩ご飯の支度は？ええ、もうあらかたできてんだけど。そうね、お豆腐屋さんへ行ってきてもらうかしら。ええ、ボイおぶってきましょうか。いいえ、いいのよ、暑いから。そう。じゃあ、いらっしゃい。おばさん。何？
おらいおらい。ストップ願います。惜しいことしたらね、今夜バスの車掌さんの放送があったのよ。何時かしら、まだやってるかしら。車掌の放送って何の放送？名称説明なんだって。まだ間に合うかもわかんない。出してみようね。まだやってる。よかったね。相談があるのよ。相談？なんだい。親にでも打ち上げに行くってなことでもできたのか。いやな、園田さん、そんなことじゃないのよ。いや、どんなことだい。ねえ、夕べラジオで遊覧バスの車掌の名所案内を放送したでしょ。うん。うちのバスでも名所案内やったらいくらかお客が増えると思うんだけど。うん。うちのバスの沿道に名所なんかないだろうな。俺は旅から流れてきた人間で知らないけど。少しぐらい、なんかあると思うわ。ごまさんがそういう気なら一つやってみるんだな。ねえ、園田さんから社長さんに話してくれない？私からだと、なんだか生意気なようだから。あ、よろしい。社長には俺が交渉するよ。そして、ごまさんも美声でケーキつけるんだな。いやだわ、美声だなんて。これ飲まない？うん、たくさん。うん。おかみさん、これちょっともらいました。あ、どうぞ。園田さん、すいません、お店ちょっと頼みますよ。あ、いいよ。社長なんか、会社をよたものの集会所と心得てるんだからな。運転手の俺はバスが大事だ。何しろ俺の楽しみは車を愉快に運転することだからね。そうよ。私だって会社のことを思うってより、自分の仕事を立派にやりたいの。そうだと思う。あ、ねえ、おこまさん。二人とも今評判になってんだそうだよ。なんで？うん、国乱れて中心現れで、会社は乱れてるけども中心が二人いるって。私たちがその中心なの？うん、そうだよ。大変ね。中心は少し大げさだな。その話はあんまり儲からんと思うな。いや、絶対大丈夫ですよ。とにかく
いや、私はね、子供の時からこのラムネを盗むのが好きだよね。なかなか面白いもんです。なんていうかな、ポーンって言うだろ、スッと胸がつくんだから。え、そうね。そうですな、そういえばそういう気もしますな。ところで社長、さっきの話ですが、私はこういう方法を取ったらいいと思いますが。社長、ちょっとお願いの件があります。なんだ園田、君はこの会社に対して何か要求したいことでもあるのか。あ、要求というほどのことじゃないんですが、ちょっと要求したいことがあるんです。要求とは何だよ。え、早く言え早く、今日はちょっと忙しいんだから。では申しますが、我が社のバスでも例のラジオでやったような名所案内の説明をやりたいと思います。女社長の名所案内の向上です。なんだそんな要求か。え、よし、そのとは名所案内なんてものはめんどくせえもんだ。もう君は運転するだけだからいいだろうが、社長はお前説明したり切符を期待してると辻線なんかも間違いしない。え、しかし名所案内はどこのバスでも流行しています。車中乗客を退屈させないように、それからバスに景気をつけることにもなると思います。追線は間違わないようにおこまさんに気をつけさせます。なるほど。だが一体その名称なんかあるのか。さあ、それは私も知りませんが、ただ私は我が社で開発バスの先手を打ちたいと思いまして。開発バスの先手を打つか、これは痛快だね。ああ、社長、それは痛快だ。うん、よし、やろう。じゃあなんとか名称を探し出したら、文章のできるやつに文案を作らせるんだな。はあ、え、そしてまあ君と社長に任せるから相談してよろしくやってくれよ。はあ、いいか。じゃあいいよ、いいよ、よろしい。それでね、さっきの方法だな。どうなの。うん、社長も賛成してくれたよ。そう、よかったわね。ところがね、名所案内を君と俺とで相談してくれて言うんだよ。じゃあ私名所探すから、園田さんそれうまい文句で書いてくれる。俺にはダメだね。やっぱりそういうことのうまい人に頼まなくちゃ。そう、困ったわね。誰かいないかしら。そうだな。あ、いい人がいた。誰だい。ね、東洋館に泊まってる、ほら、あの小説書く人。この間バスの中へノート忘れたの届けてあげたでしょ。ああ、そうか。だけど小説家がそんなもの書いてくれるかしら。ものは試し、当たってくだけるだわ。私電話かけて聞いてみるわ。ねえ、あんなに簡単に引き受けてくれて大丈夫かしら。大丈夫でしょ。信用できそうな人だったじゃないの。きっと流行らない小説家なんだな。私はあんなことが好きでやってくれたんじゃないかと思うの。そうかな。どうぞ。あ、はい、皆様、これは江北バスでございます。毎度ご乗車ありがとうございます。ただいまから沿道の名所旧跡についてご説明申し上げます。皆様、この大通りは甲州街道でございます。あの左手にうちの陰から枝道が一つ出ております。あれは青梅街道でございます。皆様ご存知の通り、こちらです。ごめんください。よう、どうぞ。お忙しいところどうも。私は江北バスの運転手、園田元八でございます。どうぞよろしく。いや、僕は君のバスにはたびたび厄介になってるんで、顔は知ってますよ。汚いですね、あのバスは。
はあ。しかし旅人に名所案内をする勇気は奇特なことですね。じゃあ一つお手本を示すから聞いてみてください。僕はこういうことが好きなんでね。皆様、この道路と平行に右手に見えています小さな道は旧甲州街道でございます。その向こうに丸く盛り上がった土の段が見えますのは岩塚と申します。この辺りを昔は貝の和戸の原といい、昔政変のある度に都より雲閣の流されきて流されきて、どうも調子が変だ。ここは後で訂正しよう。バスガールさん、僕の朗読する文章のリズム、つまり口調によく気をつけてくれたまえ。ここのところはちょっと文章が月並みだけど、まあ、大衆的だから乗客が喜ぶかもしれない。いいかね、ここのところは英端的な口上なんだからね。皆様、この川は笛吹川の流れでございます。あの左手の上流にあたって小高い丘が見えますのは、すなわち丘に歌われている差し出の磯でございます。潮の山差し出の磯に住む千鳥、君が見ようば八千代とぞなく、その差し出の磯でございます。まずこのくらいの口調がいいだろうな。揺れるバスの中だから早く来ちゃいけない。しかも君たちのバスはガタガタだからな。はあ。ダメね、井川さん。はあ、これはどうもすまん。バスガール君、君は少し言葉に訛りがあるだろうな。はい。しかし、おこまさんはほとんど訛りはございません。いつもラジオの料理講座やラジオドラマを聞いていますので、この頃は東京弁を自由に操ります。この辺の娘さんを申しますが、東京弁を覚えるにはラジオの料理講座が一番いいそうで。おお、そうかね。だが少し名前のある方がいいと思うんだがね。例えばこの差し出の磯というんでも、この土地の人たちが言ってるように差し出と差にアクセントをつけるんだ。僕はその方が地方色が出て面白いと思うんだ。どうかね、君。いかがなもんでございますか。いや、とにかくこれを君に提供するから、会社の人に見せてこれでよかったら採用してください。なるべく文案には手を入れないようにしてもらいたいね。ありがとうございます。どうもいろいろありがとうございました。時にちょっと失礼なことをお聞きいたしますが、ご純筆量はいかようなところでございましょう。ご純筆量。ああ、原稿料か。いや、そんなものはいらないよ。この間忘れ物を届けてくれたお礼のつもりなんだから。それはどうも何ともお礼の申し訳ございません。実はこの名所案内の計画はおこまさんの思いつきでして、その文案の原稿料につきまして、まだ会社は予算を立てていないようなんでございまして。いや、結構僕はただで原稿を書くことは慣れてるから。それよりもバスガール君、こいつを一つ朗読してみないか。大きな声で読んでごらん。やってごらんよ。皆様、これは江北バスでございます。毎度ご乗車ありがとうございます。ただいまから沿道の名所旧跡についてご説明申し上げます。皆様、この大通りは甲州街道でございます。あの左手に家の陰から枝道が一つ出ております。あれは青梅街道でございます。あ、ちょっと待った。そうスラスラ読むだけじゃいけない。もっと抑揚を重んじなければいけない。青梅街道でございますというところも、昔の人が行き来した古い時代を乗客たちに思い出させるように、もっともったいぶって言わなきゃいけないな。はい。次を読んでごらん。皆様ご存知の通り、甲州街道と青梅街道は共に東京新宿に発し、この二つの道は互いに分かれて山を越え谷川を渡り甲州に入って、すなわちこの地点で合致しているのでございます。
この先の左手に竹が3本ほど生えて見えますのは、大体それでいいが、このバスガールってやつは口上を述べるときにジェスチャーということが必要なんだ。つまりこの先の左手の方にっていうようなときでも、この手で実際に左の方を指ささなければ味がないね。はい。どこのバスガールでも大抵この指をこんなような格好にしてこう指さすようだね。ああ、なるほど、そうですかね。あんたもやってごらん。こうですか。うん、そんなもんだね。じゃあ工場の方は、うんと健康すんだな。どうもありがとうございました。あ、それからその名所のある場所だがね、これは明日でも僕がバスに乗って教えてあげよう。あ、どうもいろいろありがとうございました。では。ねえ、せっかく書いてもらったんだけど、私切符を切ったり窓を開けたり閉めたりしていると説明しきれないかもしれないわ。少し縮めてもらえないかしら。うん、俺も少し長いと思うよ。だからおこまさん、手の空いた時適宜説明すんだな。そうね。あの小説家がこんな長い文章を書いてくれるとは思わなかったよ。10枚もあるぜ。親切な人ね。どうだかわかるもんか。自分の文章を人に覚えさせるなんて気持ちのいいもんだからな。金がいらないってわけだよ。ねえ、でも社長さんとこに持ってって検閲してもらってよ。ほらい。パスしたら覚えられるだけ覚えるわ。ようち開けてこんなのあなたのような商品。あ、社長。おう、園田。今日は君に先月分の月給をくれてやろうと思ってんだ。みんな今社員一同にくれてやったところだよ。あ、恐縮でございます。うん。で、先日お願いいたしました車掌の名所案内記でございますが、うん、こんなんではいかがでございましょう。あの専門家に書いてもらいましたが、ご検閲をお願いいたします。うん、なるほど。これ専門家が書いた。これでいいだろう。は、うん、それでは、うん、あの、それその案内記は何という専門家が書いた。あ、東洋館に泊まってる東京から来た小説家でございます。うん、名前は井川権次という。井川権次。うん、そんな名前知らんね。どうせ大した人間じゃないんだろう。は、大したことはないよね。うん、執筆料をよくしてるんだろう。は、うん、じゃあ積み金でいいな。これ持ってってやれよ。あ、でこれで少ないとかなんとかぐずぐずいったらその分は使いしてやれ。え、おい、待て待て。それから君の月給と車掌君の月給ね。ありがとうございました。おい、球児。おい、氷とラムネだ。え、今日はみんなに思ったら一つ。何を。え、こんにちは。おこまさん、今日は社長は大変なご機嫌でね、分案はすぐパスするし、ほら、これがおこまさんの月給だ。
それからね、案内機の執筆料。執筆料出たの？うん、そうなんだ。うん、こっちから頼みもしないようにね、これ持ってってやるってんで。そう、よかったわね。うん、駒さん、これすぐ届けてやんねよ。園田さん、一緒に行ってよ。そうか？じゃあ、一緒に行こう。これくらいに。井川さん、さっきのバスの人たちがまた来ましたよ。なんだって？なんだかお渡しするものがあるんですって。じゃあ表で待っててもらってくれ。何か？先ほどはどうも。これは社長よりの拍車です。あ、そう、わざわざご苦労でした。うん、10円だね。受け取り買おうか。いや、それには及びません。誠に拍車で恐れ入ります。いやいや。じゃあ、しけ。は。じゃあ、帰ろうか。あの人、平気な顔してお金受け取ったわ。ちっとも遠慮なんかしないのね。ずいぶんあっさりしてんね。この辺からだね。皆様、この大通りは甲州街道でございます。あの左手に家の陰から枝道が一つ出ております。あれは青梅街道でございます。皆様ご存知の通り、甲州街道と青梅街道はともに東京新宿に発し、この二つの道は互いに分かれて山を越え谷川を渡り甲州に入って、すなわちこの地点で合致しているのでございます。この先の左手に竹が3本ほど生えて見えますのは、昔うっそうたる竹林であった名残といわれ、昔の形状の跡でございます。だいぶ上手になったけど、もう少し味が出ないといけないね。ええ、何度でも稽古しますわ。ごまさん、なかなかいいよ。運転しててもこうなんとなく張り切ってくるで。あら、園田さん、停留所過ぎちゃったわよ。うん、お客さんいたかい。うん、おい君、あんまり張り切ると危ないぜ。何、大丈夫ですよ。ぼや、危ないじゃないか。井川さん、危ないからちょっと降りててください。うん。事故起こしたそうで、園田から社長へ電話ですよ。何、事故？
あ、もしもし、もしもし、あ、社長さんでございますか。私は園田でございますが、実はバスを畑に転覆させてしまいました。それに車掌のおこまさんに怪我をさせてしまいましたので、誠に申し訳ございません。おい、エンジンが壊れたの？え、窓ガラスなんかやられたんだろうな。それから乗客の死はどうだ？え、いや、乗客はたった一人でしたが、下車していましたので大丈夫でございます。エンジンも車体も別に故障はないようでございます。バカ野郎、じゃあ貴様、乗客が下車してたって言うんだな。それじゃお前、車を止めた時墜落させたのか？え、おい、貴様は我が社のバスがな、保険に入ってるの知らんのかお前。は、それはよく存じております。それでございますから、救助に駆けつけて来てくださった方々にもバスに手を触れないように頼んできました。しかし車体の破損程度は多分どっ腹の塗りにかすり傷を受けたぐらいだろうと思いますが。ますますもって知らんこと言っちゃうなんて。おい、保険法によればな、車を止めておいて墜落させたんでは保険金がもらえないことになってるのだ。お前、おい、貴様まだ知らんのか？それを。それはよく存じております。よしんばだよ。え、車を止めていたと墜落したにしてもお前、車が壊れていなければお前、運転中に墜落したって言い張ることができないじゃん。そうだろ？だからお前、これからすぐ出かけて行ってな、前もやにエンジンを叩き壊せ。え、それから窓ガラスなんかやるんだぞ。いいか？ひでえこと言いやんな。おい、そのと返事しろよ。お前、早く出かけろよ。はは、せっかく社長の命令ではございますが、私にはどうしてもそれはできません。壊したら修繕をしなくてはなりません。黙れ。我が社ではその保険金でセコハンドバスを購入する必要があるんだ。え、分かったか？もしセコハンドバスも買えない程度の保険金だったら運転は中止するよ。あ、しかし社長さん、現場を見ていた乗客があります。今も現にその乗客がこの病院に来ています。よろしい。じゃあその乗客という女を、いや、女か男か知らない、そのものを出間口出せ。おい、何だ、おい、え、よし、女か、え、男？ よろしい。それはな、貴様、電話口で話す声は病院の人に筒抜けじゃないだろうな。え、それからな、おい、貴様、返事するとき小さい声しろよ。いいか？社長、この電話室は廊下の突き当たりで、話し声は誰にも聞こえませんが、今、電話に出ていただくお客さんは、先ほどから電話のそばで話を聞いておられました。何？そばにいた？バカ野郎！もう出てもらんていい、出てもらんで。バカ野郎！おい、刑事、刑事。刑事は先ほど社長の使いで出かけましたが。あ、そうか。ねえ、井川さん。偽証代って罪はよほど悪い罪でしょうか？うん、まあ、それはよほど悪い罪だな。僕は法律的なことはよく知らんが、道徳的に言ってもよくない。偽証するっていうことは、人を裏切ることだ。いや、人を裏切るというよりは自分を欺くことなんだ。ああ、よくないね。よかったな。困ったわね。君はどうするつもりだ？うん、会社辞めちまいます。私だってそんな会社辞めちまうわ。他にいくらだって働くとこあるわ。そうだと思うね。井川さん、急にこう胸が晴れ晴れてしてきましたよ。それは正直ってのは一番気持ちのいいことだね。園田さん、井川さんに離職願いのいいもん考えていただきましょう。そうだ、こう胸のスッとするような文句を一つ書いてください。まあ君、そう慌てなくてもいいだろう。まだ辞めろっていうかどうかわからないんだから。きっと言いますよ。
だからこっちから先手打って。ああ、待ちたまえ。僕がその社長ってのに会ってみるから。でもそりゃ。まあ、任せてきたまえ。僕にもいくらか責任があるんだから。そうですか。ご用件は？社長、この方が事故がありました時におられた方で。ああ、そう。それで？あなたがさっき電話で言ったこと、あれは本当ですか？本当だったらどうしようってんだね。君は許せんでも来たのか？社長さん、この方は東京の小説家さんで、名所案内の工事を書いてくださった方です。ああ、そう。あんたでした。そうですか。それは別として、その電話の件ですか？あれはあれとしまして、その、あなたなんですから、やはり、新聞社などの方にもご関係がおありですよな。ありますね。そうでございましょうな。いや、金金先生のご公明は受け止まっておりました。いや、先生などと言わんでください。それよりもですね。いや、先ほどのことはあれは冗談ですよ。そうそう。お前、あんなことお前本当にしてるの。はあ。バカだな、お前。考えたってわかるじゃん、あんなことバカ。いや、せ、どうぞ先生、お入りください。おい、刑事、何か冷たいもんがいいな。やはり氷とラムネがいいや。え？はい。さあ、先生、どうぞ、お入りください。さあ、どうぞ。あ、そうだ。ちょうどいい折りだから、この際、うちの車も少しきれいにしようじゃん。あの車、とても汚かったですね。いや、どうも、恐れ入ります。何しろ、毎日繁盛してるもんですから。あ、それから、社長君、なんだろ、他の会社のバスにはほら、運転台のそばにはほら、腹なくさせたらな。あれ、うちでやってるか？うちの車ではやっていません。そりゃいけないね。早速やってくれよ。な、金ならいくら請求したっていいからな。はい。あ、そうそう、あんたの怪我はどうだったね。え、さっき電話があった時に一番先にそれ心配したよ。大したことないんです。 2,3 日で治るって言ってました。そりゃよかった。はあ、それで安心したよ。まあ、ゆっくり手当てしたまえ。ありがとうございます。怪我？ええ、ありがとう。もうすっかりいいのよ。ああ、そりゃよかったね。私、後から会社行くつもりだったの。明日から出勤するわね。ああ、自動車の方もね、すっかり綺麗になったよ。あら、そう？嬉しいわ。ねえ、おこまさん。井川さんが東京へ2時半の汽車で帰るんだって。今、道で会ったんだけど。あら、そう？間に合ったら踏切のとこで、おこまさんと二人で見送るってそう言っといたわけだよ。ええ、そうしましょう。今すぐ店のおばさん帰ってくるわ。間に合ったわね。あ、もうすぐだよ。あの方には随分世話になったな。私、休んでる間にお稽古してすっかり説明が上手になったんだけど、聞いていただけなくて残念だわ。あの人もあの文句がとても気に入ってるらしかったね。あ、来たわ。
明日から元気に働こう。自動車はきれいになったし、おこまさんの工場は上手になったし。私もなんだか楽しいわ。あれから社長はとても機嫌がいいんだよ。そう？井川さんのおかげね。うん。井川さんたらね、園田さんの顔、フランス映画の人参って子供に似てるって言ってたわ。人参？だから私ね、人参じゃなくてごぼうみたいだって言っちゃったの。ごぼう？ごめんなさい。ひでえなあと。綺麗になったね。はあ、すっかり。エンジンの調子はどうだ。はあ、とてもよろしくございます。あ、そう。じゃあ、ちょっと見てくだ。最初の工場はとうとうダメになっちゃったね。二つ目もダメよ。どうして？頼むよ。じゃあこれを。あ、いや、確かに。いや、あのバスはまだ十分使えますよ。実際この値段では安いと思いますね。そうですかな。とにかく国の田舎で使うもんですからね。いや、田舎で使うには立派すぎますよ。なんかあの冷たいもん。いや、結構です。いや、あの、おい、刑事。刑事は昨日会員で辞めさせましたな。あ、そうか。じゃあもうこの事務所も。ええ、今日会員引き上げます。おい、ナイト、お前じゃあちょっと行ってくれよ。ポールとラムネですか。
皆様、この川は笛吹川の流れでございます。あの左手の上流にあたって小高い丘が見えますのは、古歌に歌われている差し出の磯でございます。潮の山、差し出の磯に住む千鳥、君が見ようば八千代とどなく、その差し出の磯でございます。